やってきました。ホットトイズ東京フラッグシップストアトイサピエンス、なんか非日常的な空間っていうか、もうまさにですね SF 映画の研究室のようなそんな感じがします。いやもうこのねその感じをね着実に味わってもらいたくてよかった。今日はねこの中でスターウォーズに出会えるいろんなグッズを3つねポイントを絞って紹介したいと思うので、リストもね僕と一緒にこのハイパースペースに行ってスペースオペラを感じてもらいたいと思います。楽しみです。さあ参加させてもらいましょう。まずね、このトイサピエンスで見ていただきたいのがこのホットトイズの主力商品でもあるムービーマスターピーススターウォーズシリーズ。このね、あのムービーマスターピースのシリーズは実はですね、あの世界で一番精巧なフィギュアと言われていて、まず顔のね、俳優さんたちの肖像権をちゃんと獲得して作られたリアルなフィギュアなので、実際にあの俳優さんも自身がファンの方も多くてですね、世界的に日常的なファンがいると。でスターウォーズのフォースの覚醒を皮切りに新旧シリーズのたくさんのキャラクターが出ているので、これはね皆さんの好きなキャラクターぜひね1回1台置きたい。まずこの表情、もうあのフォースの覚醒で見たあのレイがもう目の前にいるような小さな小道具まで全て精巧に再現されているので、いやもうすごい、部屋に置いておくだけで存在感がかなり大きいと思います。さあ続いてご紹介するのはメイドインジャパンのスターウォーズアイテム。これはねバンダイから出ている、うん、まあ、プラモデルのスターウォーズシリーズなんですけども、まあ、こういったね X-Wing といった戦闘機みたいなものだったりとか T3PO みたいなキャラクターまでプラモデルになった。バンダイが長年培ってきたこのプラモデルの独自の技術をですね、もうスターウォーズの世界で存分に発揮しているというね、プラモデルをじっくり作る楽しみがスターウォーズでも味わえるといったファン泣かせのアイテムになっています。いや僕もね本当プラモデル大好きなんですよ。やっぱり自分でこのキャラクターとかビーグルとか作ることによって、より一層スターウォーズの世界に出てくるキャラクターの一員になったような、そんな感じが味わえるんですよ。そうですね、本当にこれはかっこいい。はい、続いてねご紹介したいのが原宿だけに可愛いアイテム。このねファン5社から出ているポップというねソフビフィギュアのシリーズなんですね。でこれはなんと、まあ、いろんなキャラクターがデフォルメされてですね、つぶらな瞳がね非常に可愛い高さ9センチのフィギュアになってます。さっきから見てたらね、もうつぶらな瞳がねもうほんと引きつけられる、もう恋しちゃったこれもうねテーブルの上に置いておきたい。でプレゼントされたらすごく嬉しいので。そうなんですよね、あとお子さんとか女性にも非常に人気のシリーズになっている。タブリッチも一体いかがかしら。いやもう今日買って帰ります。またここトイサピエンスには日本でもね人気急上昇中の、まあ、アメコミ映画マーベルだとか DC コミックのこういったバットマン、そういったグッズもたくさんありますので、ぜひねトイハントにはぴったりの場所だと思うので、皆さん一度は訪れてみてはいかがでしょうか。いやもう最高でしたよ。いやよかった、楽しんでもらって本当に僕もね嬉しいよ、うん、本当にですね、特にこのホットトイズ商品もう表情が成功にできていて、ね、本人に合ってるような感覚、それ始まりましたね。いやよかったですよ、このね壮大なねスターウォーズのこの世界観をね味わえる場所としてね見てもらいたかったんで、もうまさにここ、うん、心に勇気と感動を与えてくれるそんな場所だと思いますね。フォースの覚醒からねスターウォーズのファンになった方々をはじめ、原宿に観光できた世界中の方々にもねぜひちょっと足を運んでいただきたい場所なので、ここは本当にね最高の観光スポットだし、まあ、最高のトイハントのねスポットだと思いますので、ぜひ来ていただきたい。最初から最後までアドレナリン出っ放しでしたね。出っ放し、覚醒すること間違いなしですよ。もう絶対期待します。東京にはまだまだこのいったスターウォーズを感じる場所があるんでね、ぜひまた一緒にね冒険してみてはいかがでしょうか。それではまた皆さん次回お会いしましょう。メイザフォースビーズ。